月刊コミック電撃大王は株式会社角川より発売されている少年青年向け漫画雑誌。源流はバンダイが1988年から発行していたサイバーコミックス。サイバーコミックスは MS サガやメディアコミックダインへとリニューアルした後、パソコン雑誌、電撃用の付録雑誌、コミック電撃用の独立相関に合流し、 1994年4月18日に電撃王像館の帰還し、コミック電撃大王として創刊。その後、各月間化、月間化を経て、現在の氏名、月間コミック電撃大王となる。月間化以降は、メディアミックス作品に範囲を広げ、氏名の半分近くをアニメやゲーム、小説からのコミカライズ作品が占めている。また、 同人出身の漫画家が多いため、コミックマーケットの開催時期になると救済したり、原ページする作品が多く、漫画雑誌として不安定な体質は創刊以来あまり変わっていない。事前告知なしの救済、長期救済のまま再開されずに連載終了、打ち切り同然の最終回、単行本の未刊行といった事態が頻繁に発生する。 毎号かなりの数の連載が救済しているが、刊末目次ページの救済告知が、前号の告知通りの救済と、作者都合の救済を区別して記載しているという、珍しい雑誌だが、マイナー誌の創刊休刊が激しい中で、アニメ化作品を中心として安定した人気を誇っている。長年、印刷インクが手につくとの不評があったが2005年9月号から印刷を改善したため、 インクが手につきにくくなった。また、上質の紙になったことで、ページ数はそのままで、本の厚さも約半分になった。2007年12月号まで表紙に、最先端コミック世代に送る、超高画質コミック誌。との表記があったが、現在はなくなっている。2017年現在のコピーは、すべてのコンテンツファンに送る最強コンテンツマガジン。2008年6月号より休館した。 姉妹誌の月刊電撃コミック画を、を九州合併7本の連載を引き継ぐ。それに伴い2008年8月号から紙面をリニューアルした。掲載作品が増加してページ数が増え厚さが2005年9月以前と同程度に戻った。また発売日も毎月21日から27日へと変更になった。二千十三年六月号からロゴが 約5年ぶりに変更され、それに伴い公式サイトもリニューアルされた。増刊に、電撃模様、電撃帝王、少女漫画誌、シルフ、対象年齢を挙げた、電撃大王ジェネシスがある。2013年9月、4コマ作品やギャグ作品に特化した、コミック電撃大王子を創刊した。救済と発表されても、再開されないまま何年も過ぎて事実上の打ち切りに、 なっている作品がほとんどである。いずれも交渉であり、印刷証明された数字ではない。2010年には、創刊15周年記念企画として特別仕様の板チャリが販売された。創刊号にまつわる思い出。アーカイブド2009年5月30日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、高野正幸の未完作、クロノス・ヘイズ・アクションで再始動、電撃通チャリプロジェクト。 ありがとうございます。